第1位は、本日は脂肪吸引をしたモニターさんに協力していただきまして、どこの部分の脂肪吸引が一番効果的だったかっていうのを聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。脂肪吸引した場所としてはどこしたんでしたっけ、全部で？ウエスト、腰、あと二の腕、太もも、膝、お尻、あと頬、顎下をやってます。順番はどこが一番最初でしたっけ？順番は二の腕が一番最初で、次が下半身で、最後にウエスト、腰と頬、顎下を同時にやってます。はい、ありがとうございます。今回一応全身の脂肪吸引をしていただいたということで、どこの部分が一番自分としてはスッキリしたのか、多分皆さん人それぞれだと思うんですよ。体の形、心の形とか違いますし、気になっている部分も全部違うと思うんですけども、一番自分がやってここは結構良かったなと思うとこ、もしあれば順位とかつけていただければいいと思うんですけど、どこですかね？私の第1位はウエスト、腰です。ウエスト、腰。はい。第2位はどこですか？第2位は下半身。下半身。第3位が顔。顔。で、第4位が二の腕。そうですね。二の腕一番先にあったので第4位なんですよ。そうですね。そうなんですね。で、今回のモニターさんの方は結婚式あるとですね。はい。結婚式はあと何ヶ月後ぐらいになるんですか？あと4ヶ月後ぐらい。4ヶ月後。はい、前撮りとかは終わってますよ。はい。よかったですね。はい、どうですか？なんか脂肪吸引して前撮りする時ってやっぱ皆さんドレスとか決めるじゃないですか。はい。で、結構よくあるのが、ドレス決めて脂肪吸引したら、前撮りのドレスがなんか合わなくなっちゃうとかあるんですけど、そういうのありました？前撮りはなんかちょっと諦めて、ちょっと緩い感じでやったんですけど、式のドレスはお直ししてやる予定です。あ、そうなんですね。その脂肪吸引する、結構本当にすっきりすると思うので、自分がこのドレスがいいとか思ったやつもなんかサイズが合わなかったりするので、一番いいのは脂肪吸引して、ある程度完成形に近づいた状態でドレスを選ぶと、そういったお直しとかはしなくて済むので、一つの参考にしていただければと思います。なんで二の腕からやったんでしたっけ、脂肪吸引？一番やりたかったのは足なんですけど、ちょっと範囲が広いので心配で、腕からやろうかなっていう感じ。腕からやろうかな。はい。で、最終的にこのウエスト、腰周りをしようと思ったのは、やっぱこれでドレスを着るからとかですか？そうです。ドレスでちょっと緩いなと思ったのは、二の腕とウエストどっちなんですか？二の腕はやってから結構立ってからドレスを選んだんで、ジャストだったんですけど、ウエストが緩くなりました。ドレスのその形とかにもあると思うんですけど、そのやっぱり二の腕も結構すっきりしましたよね。二の腕すっきりしました。かなりすっきりしましたよね。はい、あと写真とかご紹介するので、そちらを見ていただきたいんですけども、ドレス選ぶ時ってもちろん二の腕だけやっぱ考える方もいるんですけど、ドレスってなるとやっぱりここのライン、ボディラインもすっきりしたいということで、ウエスト、腰もやっときは良かったなって方もいらっしゃるんですね。なので、ドレスを何とかベースで考えたら、上半身、二の腕とウエストを一緒にやるってこともできますので、それも一つの参考にしていただければと思います。実際下半身はあんまりドレスには関係ないですかね？そうですね。マーメイドみたいなのを着ない限りふわっとしてるので。そうですね。どんなドレスを着たいのかとかって人それぞれだと思うんですけども、脂肪吸引の場所でドレス、ラインをきれいにしたい方は上半身を同時にすることもできますので、結婚式これからドレス選びを考えている方は、今回の意見っていうのを一つ参考にしていただければと思います。で今回は全身の脂肪吸引を結婚式前にされた方のどこの脂肪吸引の場所が一番自分とやってスッキリしたのかっていう、貴重な体験談をご紹介できましたので、これから結婚式考えてる方とかっていうのはちょっと参考にしていただければと思います。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。